どうもこんにちは。今回は日本と同じく自動車大国であるドイツ市場に関して、電気自動車の注文台数が前年比で最大半減しているという驚きの報告が上がり始めており、実際にフォルクスワーゲンやメルセデスといった自動車メーカーたちの EV 販売ですが減少する可能性が高まり始めているという最新動向について、現在のドイツ市場における EV 販売動向、今後想定されるシナリオについてをそれぞれ解説していきたいと思います。まず今回のドイツ市場に関してですが、我々日本に次ぐ世界トップ5の自動車市場を構成しながら、フォルクスワーゲンを中心として自国メーカーの力が非常に強いという点でも我々日本市場と非常に似通った存在、他方でこのドイツについては欧州をリードする形で現在電気自動車の販売台数を急速に伸ばすことに成功しており、特にその原動力となっているのがドイツメーカーという自国メーカーたちが揃って新型 EV を矢継ぎ早に投入しているという点、やはりこの点については魅力的な EV を全く投入することができていない日本メーカー勢とは大きく異なる点よって、国産車に多くの EV の選択肢が存在することによって国内の EV シフトという観点で大きな差が出てきてしまっているということなのです。それではこのドイツ市場における2023年上半期の EV 販売動向についてを解説していきたいと思いますが、最直近の6月度におけるバッテリー EV と PHEV の販売台数の合計についてがズバリ6万9000台弱を達成してきたということで、他方でこの販売台数というのは前年同月と比較してもわずかな増加であるということ、そして2023年の上半期通しで見てみるとなんと前年比を 2% 程度割り込んでしまったという電動化が後退してしまっている様子が確認されているということなのです。ところがこのドイツ市場における最も大きな変化というのが PHEV の販売急減というトレンドであり、というのもドイツについては2023年から PHEV に対する補助金を終了していたという背景が存在、他方でバッテリー EV については順調に販売台数を伸ばすことに成功、実際問題としてバッテリー EV については6月度において前年同月比で 64.4% もの増加を記録、他方で PHEV に関しては前年比で 39.2% もの減少を記録、いずれにしても電動化率の伸びが鈍化している要因はあくまでも PHEV の販売台数が急落しているからであり、バッテリー EV の販売は引き続き堅調に推移しているということなのです。よって6月度におけるドイツ市場の電動化率に関してですがズバリ 24.6% と、やはり前年同月に記録した 26% という電動化率から下落しているように見えながら、バッテリー EV に絞ったシェア率はなんと 19% と前年同月の 14% と比較しても成長している、やはりバッテリー EV の比率も堅調に成長していることが見て取れるわけであり、さらにこのバッテリー EV シェア率について我々日本市場と比較してみると COVID-19 以前についてはそこまで大差がなかったものの、日本は未だに 2-3% をさまよっている状況、ところがドイツについては年末の販売集中でないにもかかわらず 20% の大台を突破しようとしてきている。すでに新車販売の5台に1台がバッテリー EV にリプレイスされているとイメージしていただければ、同じ自動車大国でもこれほどまでの差がついてしまっているということがお分かりいただけると思います。それではこのドイツ市場において現在どのような電気自動車が人気であるのかを確認していきたいと思いますが、こちらのグラフは2023年上半期に売れた人気の EV ランキングトップ20であり、やはりドイツメーカーを中心として欧州メーカー勢がマジョリティを占めていることが確認できるものの、それらを抑えてトップに君臨してきているのがテスラモデル Y の存在、半年間で2万5000台を超える販売台数を達成し、2位のフォルクスワーゲン ID4、ID5 と比較してもかなりの差をつけている状況、またモデル3についても欧州で販売がスタートして4年以上が経過しているにもかかわらず未だにトップクラスの販売をキープ、名門ドイツメーカーのお膝元においてアメリカの電気自動車メーカーがこれほどの成功を収めているという点からも、やはりとてつもないテスラの人気が伺えると思います。またこのテスラ以外の欧州メーカーに割って入ることができているのが MG およびヒョンデという中間勢の存在であり、まず韓国ヒョンデについてはコナとアイオニック5という2車種をランクインさせることに成功、特にコナに関してはコンパクト SUV としてドイツでも非常に割安な電動 SUV となりますので非常に人気が高い、さらにこのコナについてはフルモデルチェンジバージョンの納車スタートが控えていることもあり、年末にかけてさらに販売台数を伸ばすことにも期待することができると思います。また中国 MG に関してもコンパクト8爆として MG4 の販売台数を着実に伸ばしており、このドイツ国内で中国メーカー製の EV が人気車種となっているという点は今後さらに中国メーカーが進出する際の中国メーカーの背中を後押しする結果であると思いますし、それとともにこの MG についてはもともと欧州メーカーとして長らくガソリン車を販売し、途中から中国 GLE 参
下となっていたという経緯が存在。そしてようやく年末から実際に販売をスタートしている同じく中国 BYD の AT3 がまだ目立った販売台数を達成できていないという点を勘案すると、やはり販売ネットワークをしっかりと構築してブランドの知名度を広めないと簡単にドイツで成功を収めることはできないということなのです。他方でこの EV シフトが順調に進んでいるように見えるドイツ市場について新たな動向が確認され始めているという点こそ重要であり、というのも既に本チャンネルにおいては取り上げているものの、ドイツ最大のフォルクスワーゲンについては現在電気自動車の注文台数の減少によって間もなく受注残が解消してしまう可能性が高く、よってエムデン工場の操業を一時停止している状況、また EV 専用工場であるズイッカウ工場についても3シフト制から2シフト制へ減産する方向で調整に入っている模様。この EV の需要低迷についてはいくつかの理由が考えられると思いますが、まずは自動車メーカー側の生産体制が半導体不足などの理由から制限を受けていたものの、ようやく解消に向かい始めていることによって需要を満たす供給体制を構築できているということは想定できるわけですが、やはり2023年シーズンに入ってからテスラの大幅値下げによって、先ほどの圧倒的な販売台数からも見て取れるように、ユーザーがテスラに流れ始めているのではないかということ。しかしながら、フォルクスワーゲンを筆頭として、欧州メーカー全体として、原材料コストやインフレの影響で、これ以上値下げする余力がないばかりか、むしろ各社、電気商社をはじめとして、自動車を値上げする方向に走ってしまっていることによって、テスラにシェアを奪われているだけではなく、単純に電気自動車全体がユーザーから選ばれなくなっているのではないかということなのです。そしてそれを案に示すデータおよび販売動向が明らかになってきているわけで、まずはじめにドイツ国内にかかわらず欧州全体における中古車マーケットが大きく伸びているという点であり、つまりどういうことなのかといえば、ドイツについては電気自動車をはじめとして新車が値上げされてしまっていることによって、一般ユーザーが新車に手を出せずにその分中古車市場に流れているのではないか、やはり消費者が値上げされた新車に魅力を感じなくなっていることを示唆しているのではないかということなのです。さらにドイツの自動車貿易連盟 ZDK の副社長については、実際のデータから6月における電気自動車の販売台数、そしてドイツの自動車販売全体の伸びについてはかなり懐疑的に見る必要があると指摘。というのも現在ドイツの自動車業界については2023年に突入して以降受注が減少しているということで、具体的には直近の6月度に関しては前年同月と比較してなんと 20% もの受注台数の減少が確認。そして2023年上半期全体で見るとなんと 27% もの受注台数の減少すら記録してしまった。よって2023年前半に獲得できた受注台数が大幅に減ってしまった影響というのが、この2023年下半期に一気にドイツ自動車業界を襲うのではないかと懸念してきたということなのです。実際問題としてこちらのグラフは2019年以降のドイツ国内の新車販売台数をパワートレイン別に示したグラフであり、まず黄色で示されたバッテリー EV の販売割合を示すラインを追っていただければ、着実にバッテリー EV のシェアが増加していることが見て取れるものの、自動車販売全体という観点で見ると2019年シーズンと比較しても明らかに全体のボリュームが減っていることが見て取れる。つまり COVID-19 による経済の落ち込みおよびサプライチェーンの混乱から回復しているはずにもかかわらず、自動車の新車販売は元の水準に戻っていないことを示す。まさになぜ新車販売台数が回復していないのか、それは新車の販売価格が上昇してしまっているからであり、電気自動車も例外ではなく、よって中古車市場が賑わいを見せ始めているということなのです。そして電気自動車の受注台数に絞ってみると、前年比でおよそ 30% から 50% 程度の落ち込みを見せているとも指摘しているということで、つまりドイツ国内の電気自動車需要が2023年に入ってから急速に落ち込みを見せてしまっているということであり、ドイツメーカーにかかわらずほとんどの自動車メーカーがその影響を食らっているとも説明しています。実際問題としてビジネスインサイダーによれば、ドイツ国内におけるメルセデスの販売ディーラーに対するインタビューによって、現在メーカー側に対して値下げを強烈に求めているということで、最もまずいのがモデルチェンジに合わせた度重なる値上げによって特に法人のユーザーが購入を諦めるケースが増加しているという点であり、このドイツ市場については法人ユーザーの自動車購入がマジョリティであるほどに非常に重要な顧客であることから、この法人ユーザーが購入を躊躇し始めると、いよいよ本格的に販売台数に大きな影響を及ぼすことになる。特に一部ディーラーによれば、現在メルセデスについては
オプション設定の抱き合わせ販売を行っていることによって、実際の購入金額が跳ね上がってしまい、よって A クラスや B クラスといったエントリーグレードの注文に影響が出ていると説明。まさにこのセグメントに関しては、メルセデスの売れ筋 EV である EQA や EQB がラインナップされていることによって、間違いなく EV 販売台数に響いてくるということなのです。このようにして現在 EV 販売台数という観点で順調化に見えていたドイツ市場で一体何が起こっているのかといえば、これまではサプライチェーンの混乱によって自動車メーカー側の供給体制が追いつかず、需要が十分あるように見えていた。ところが2023年に突入して、いざ自動車メーカー側の供給体制が元に戻り始めると、むしろ需要が足りず生産体制の調整に迫られてしまっている。しかもその上、度重なる値上げによってさらに新車購入需要が低下してしまっている。よってこの2023年上半期についてはあくまでもこれまでの受注を完全に消化してしまっていた期間であり、現在ドイツ国内の自動車メーカーについては大した受注残を抱えていないことから、まさにこの2023年下半期こそ新車販売台数という数値として結果が示されるということ。そして電気自動車に関しても全く例外ではなく、すでにフォルクスワーゲンやメルセデスについては需要低迷の声が聞こえてきてしまっている状況。まさにここからは消費者が本当に購入したいと思う電気自動車の売れ行きが反映されていくわけですから、このような状況下で果たして既存メーカーの EV がこれまで通り売れていくのか、かなり厳しいと想定できますし、もし仮にこれを好機と見てテスラがさらなる値下げ措置を実施してきたらどうなってしまうのか、さらに中国メーカー勢についても同様に販売攻勢を強めてくるでしょうから、すでにドイツ市場というのはテスラや中国メーカー勢に対してより質の高い電気自動車をよりコスパ高く提供するという観点で力負けしてしまっているということがお分かりいただけると思いますし、ドイツで戦う既存メーカーについてはまさに冬の時代が訪れようとしている。ドイツ全体の EV シフトにも影響してくるでしょうから、このドイツにおける下半期の EV 販売動向には特に注目していく必要があるでしょう。いってらっしゃい。